今回ご紹介する昭和美人は女優の松原千恵子さん。1945年1月6日生まれ、出身岐阜県、身長157センチ、血液型、大型、1960年、高校生の時に日活が行ったミス16歳コンテストに入賞し、副賞としての撮影所見学がきっかけで、 夜の挑戦者で早くデビュー。日活時代はアクション映画や青春映画のヒロイン役を多く演じ、1969年、恋のつむじ風で初の単独主演を果たします。1971年に日活の一般映画制作中断により日活を離れ、テレビドラマに主軸を移して活動。吉永さゆり、泉正子と合わせて、 日活三人娘と呼ばれて人気を博します。1967年のブロマイド売り上げでは、吉永さゆりや酒井若子らを抑えて女優部門のトップになったほどの人気ぶりでした。都会的で可憐な青春ハスターとして、日活全盛期を代表する女優とされていました。日活への入社が決まるや否や、父親が東京都調布市に一軒家を建ててくれたため、 お手伝いさんと二人で住んでいたそうです。16歳で軽自動車、18歳になると普通自動車免許を取得。結婚前はかなりのスピード強で高速道路で抜かれるとよくも抜いたわねといった具合で必ず抜き返していましたねとコメントしています。27歳でジャーナリストの黒木淳一郎と結婚。新婚旅行ではアフリカ大陸に長期滞在。38歳で妊娠。 39歳で長男を出産しました。2016年12月、第1回ソチ国際映画祭で、ゆずのは揺れての演技が認められ、主演女優賞を受賞。2022年、女性自身のインタビューで50年連れ添った夫の黒木純一郎氏が、成長したことを明らかにしました。 同年12月26日放送の『徹子の部屋』ゲスト出演時に黒木が救世した詳細を黒柳に語っています。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。